ちは、ピエール・キーギスタンのレオレオレオです。こんにちは、レオレオレオです。今日は、私の好きな子ですねの紹介しようかなと思って、ちょっといくつか持ってきました。で、ちょっとね持ってきてザーってこういくつか持ってきて、で、ほとんどトレーにいくつかバーって持ってきたんですけど、持ってきたらなんかね、ほとんどピンクだった。で、ちょっとピンクじゃない子も実はトレーにはいたんですけど、あれもピンクばっかりじゃんと思ったので、なのでもう逆にもうピンク縛りでピンクの子だけピックアップしました。で、ちょっと可愛いのでちょっと紹介がてら、ちょっと手入れもね、枯葉もいっぱいあるんで、ちょっと撮りながらちょっと紹介していこうかなと思って、あのフェスの狩りの参考にもなったらいいかなと思って、一応ちょっといくつか可愛くなってきた子たちをピックアップしてみました。これまず1個目、このピンクソウルウォーカー、これ多分ねフェスで購入した子だと思うんですけど、こんな可愛くなかったって言うとあれなんですけど、ここまでの色出てなかったと思うんですけど、なんか可愛い色になってて、ね、可愛くなってる。でも枯葉がめっちゃあるんで、じゃーん、ちょっと枯葉も取って、ついでにちゃんといい状態にしたいなと思って、でコロンコロンにしたいので、なので植え替えはなしにしようと思ってます。てかもう秋もう植え替えてる時間がないので、なので春になったら植え替えできるといいなと思って、でもオルトランとか全部切れちゃってるので、なので土だけ足して、あの春まで頑張ってもらおうかなと思います。でちょっと枯葉を取って、こういうこの名前、これ確かね名前が可愛くて名前買いした記憶があるんですよね。あとね、名前が可愛い子とロゼットのこういう感じの子で、ちょっと透明感のある子に弱くて、なんでそういう子でちょっと手頃なお値段だったらもうはいはいくださいって感じでいつも買っちゃうんで、なので多分こういう感じでピンクの子ばっかりになるんだと思うんですけど、そしてなぜかパリダムがここにいるので、この子はもうそのまま添えておこうかなと思います。ちょっとオルトランはもう土に混ぜてて、で、あのちょっと土を減ってるので、ちょっと土が減った分だけ足しておきます。よし、でそこの土にオルトラ混ぜてあるんで、これで完璧、じゃーん、はい、ピンクソウルウォーカー、かわいいです。今もいるのかな、わかんないですけど、あとじゃん、これも定番ですよね、ラフィネもめっちゃ可愛くて大好きなんですけど、もう持ってても欲しくなっちゃう子、こういうねロゼットの可愛い、ちょっとこの子ムチムチで色も可愛いし、もうね枯葉めっちゃありますけど、よいしょ、ラフィネね葉差しも確か増えやすいし、カットしてもバンバン増えるし、もうお気に入りの子です。じゃん、簡単に葉っぱ取れて、ラフィネは持ってなかったら1個持っててもいいと思います。寄せ植えも使っても可愛いし、確かに夏もね真緑じゃなくて結構白っぽい感じで可愛いんですよね。なのでぜひ持ってない方、ぜひぜひ、じゃん、次この子にしよう。今度はミルクローズ、これしかも前に通販であった子の残りかな、通販でもあった子かなと思うんですけど、なんかもっと緑だった気がするんですけど、なんかすごい可愛いピンクになりました。ちょっとこう青みがかったピンクっていうのかな、でも葉の裏とかはちょっとオレンジっぽくて可愛いですね。こういう好きなタイプの紅葉の仕方、そして肉厚なのでこんな感じ、で葉が分かりますか、こう肉厚でちょっと葉裏がオレンジになってる、こういう感じの子も好きなんですよね。ムチムチな子が好きなので、そしてここもちょっともうオルトラないんで土と共に足しておきます。
ちなみに土は私はいつも通りの土ですね。もう栄養の入ってない子。ピーとバーミキュライとボラ土、ヒューガ土ですね。で、あとオルトラを混ぜてる土です。じゃん。かわいい。で、次が、今度クリスタルローズ。かわいいですよね、クリスタルローズ。これもね、嫌いな女の子いないんじゃないかなっていうぐらい、かわいい。よいしょ。ちょっと、枯葉が。よいしょ。クリスタルローズって結構、なんで2つ入れてるんだろう。クリスタルローズってこう、崩れにくい気がします。なんか、形が。ぐちゃぐちゃになりにくいような気がする。だいたいみんなこういう感じでシュッてしてるっていう。かわいいです。そしてね、爪がねすっごいちょんちょんなの、かわいいですよね。これももう結構定番かな、よく見かけるので。よいしょ。もしまだ持ってない方いたらおすすめです。小さい。じゃーん。で、次ゴーストシスター。多分ね、何かの印をしたくてこうやって付箋みたいな貼ったんだろうけど、もうそのなんでこの印を自分がつけたのかは覚えてない。何してたんだろうな。なんで貼ったんだろう。思い出すかもしれないからつけとこうかな。この子もムチムチで可愛いですね。可愛い感じ。むっちりむっちり系です。なんで入れたのかな。じゃん。よいしょ。はい、ゴーストシスター。次が、最近ちょっと見かけないかもしれない、スイレンですね。スイレン、スイレン可愛いです。それリエルのハウスでパパのスイレンがめっちゃ可愛くて、で、なんでうちのスイレンこんな可愛くないよと思って、土をもう肥料全然入ってない土に変えて、で、やっぱ肥料が入ってると可愛い色じゃないんですよ ね。だからかなと思って、もともとそんなに肥料は入れてなかったけど、マグアンプ入れてみたりとかいろいろしてたんですけど、やっぱ可愛い色にならなくて、大きくはなるんですけどね、でも色が可愛くないと全然違うものだなと思って、あんな色になりたいな、可愛いのに作りたいなと思って、で、土の配合も今の配合に変えてやってったら、なんか結構可愛い感じのスイレンになってきたので、ね、可愛いですよね。とは言いつつ、もう好きなの好みがもう丸分かりな感じ、こんな感じですね。今した子たちみんなめっちゃピンク。でちょっとだけ違う子、今度アランドロン可愛くないですか。これもちょっと違うけど、むっちりした子。この子はもうちょっとこう紫っぽいけどオレンジっぽいようなピンクですね。そんなに枯れ葉ないな。かわいいなと思って、もっちりしてますね。ちょっと傷があるけど、なんか当たっちゃったのかな。かわいい。結局こういう子も好きなんですよねとか言いながらも、爪がある子もやっぱ好きで、何でもいいんかいって感じなんですけど、その時によって好みがやっぱどんどん変わってくんで、あれなんですけど、でもずっと結局ピンクが好きなので、ピンクの子ばっかり集めちゃいますね。よいしょ。じゃん。ちょっとラフィネに似てる、ラフィネみたいな感じ。ラフィネよりもっと肉厚でムッチムチって感じ。かわいいです。でもう一個、これちょっと違いますよね。ちょっと違うって自分で思ってるだけかもしれないけど、今度シャーロット。
シャーロットなんかオレンジになってますね、このシャーロット。よいしょ。この子はもう本当は植え替えてあげた方がいいのかもしれない。よいしょ。花芽がこのね、花芽が出てて、花芽の跡ここからよくダメになりやすいので、なので、あの花芽抜いた後、ここに水が溜まりやすいので、それだけちょっと気をつけてお水やりしてあげてください。じゃないとここに溜まった水でここからジュレてダメになるパターン結構あるんで、とは言いながらもちゃんと添えてできないので、なかなかね難しいんですけど、ちょっとこう、まあ、こういうムチムチした子なんかだったら、もう土がしっかりしてたらお水ジャーってあげて、こうやってしてこうジャーって水取っちゃってもいいと思います。じゃーん。これも土もそんなに減ってないけど、ウルトランを足したいかな。いいとこ、よいしょ。あとラローズ、これもムッチムチですね。ムッチムチの可愛いピンクになってる。いけるかな。ちょっと小株が出てて可愛い。可愛い可愛い。よいしょ。じゃあ、さらにムチムチになりましたね。可愛い。すっごいすっごいピンクになった。よし、土入れとこう。小株ちゃんのためにも。よし、あ、落ちちゃった。じゃあこんな感じで、今日は狩りの参考になったらなっていうのと、あと自分の好きな多肉ちょっと紹介しようかなって思ったら、もうあまりにもピンクすぎたので、なのでもう逆にピンクだけでいいやと思って、ピンクだけのチョイスにしてみました。よいしょ。おすすめはやっぱこれかな。クリスタルローズとかラフィネとか、あとシャーロット、このあたりがフェスとかでもよく見かけるし育てやすい、この3つは育てやすいんじゃないかなって個人的には思います。なのでもしまだお持ちじゃない方いたら、ぜひぜひ可愛く育ててください。じゃあ今日はこんな感じで、可愛い子の紹介と、あとお手入れしていきました。ちょっと枯れ葉がいっぱいで恥ずかしいんですけど、ちゃんともっと可愛くなるように頑張って育てていこうと思います。どうもご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、お願いします。